はい、よろしくお願いします。今回は数3の数列の極限丸3をお送りします。で、今回もね、6問やっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、3段になってるので、まあ、1個目は分数だと。で、2個目はルートの普通ので、ルートの分数。みたいな感じ。まあ、カテゴリーに分かれてる感じだと思って聞いてもらえたらと思うんですけど、まず1番に関しては、前回の動画の5番と、まあ、同じような感じです。分母にも分子にも文字が入ってると。で、この場合は、分母の最高次数、まあ、最大次数ですね。で、割っていきます。まあ、今両方 N2 乗なんでね、全体を N2 乗で割りましょう。で、割ると、よいしょ。ここはまずね、N2 乗で割れば3なので、3マイナス N2 乗分の5です。ちょっとちっちゃくてごめんね。で、ここも、1マイナス N 分の1プラス N2 乗分の2と。必ず分母も分子も同時だよ。同時に N2 乗で割りますと。で、こうなりました。で、こうすると何が起こるかっていうと、結局ね、N2 乗分の定数、N 分の定数が出てくるので、こいつ、こいつ、こいつが全部 N を大きくしていけばいくほど、0に収束します。つまり、こいつら全部0として考えていい。だから残ったのは3分の1しか残ってない。だから、こいつは全体で考えたときに3分の1に収束しますよっていう。いいかな。まあ、こういう風にやってください。で、2番も同じですね。で、まあ、ミスりやすいのは、まあ、一応ね、分母の最大次数、最高次数ってずっと言ってますけど、どうしてもパッと見たときに、全体の最高次数と間違ってしまって、あ、これ N2 乗あるから N2 乗で割ろうぜ、みたいな。に言っちゃうんですけど、主役は分母なので、上は無視です、分子は。ここはね。4プラス N の、失礼。最高次数なんで、今回 N で割ります。2番ね。で、割っていくと、まずここが N 分の4プラス1ですね。で、ここが 5N マイナス N 分の1とこうなります。割るとね。で、N 分の4、そして N 分の1、こいつは0に収束するので0として考えましょうと。で、まあ1は1でいいんですけど、問題は 5N なんですよね。今回 5N が残ってる。で、こいつは N を大きくすれば当然プラス方向に無限大ですね。5N。だからこいつはプラス方向に無限で、残ったのは1分のプラス方向に無限。だから、全体で考えた時も、プラス方向、正の方向に無限大が答えになります。たまにね、こう、リミット、あと分数のこのタイプだったら全部ね、ある定数にね、収束するのかっていう風に思われる方もいるんですけど、まあこういうタイプもありますので気をつけてください。で、ちょっとめんどくさいのがね、3番なんですけど、こいつですね。これは、前回の動画の問題の、6番、最後の問題はちょっと似てるんです。似てるというかね、タイプが同じなんですけど、これ、N を無限大にしていくと、ルート N プラス1。これは当然、プラス方向に無限大になります。どんどん増え続ける、こいつ。で、ルート N も同じくプラス方向に無限大になってきます。ルートはついてるけどね、数がどんどんでかくなるのは変わらないからさ。だから、今こいつらって、無限大マイナス無限大なんですよ。で、前回はルートがなかったんで、じゃあ最高次数でくくり出そうね、みたいな風にやったんですけど、これはルートだからちょっとやり方が変わります。で、もし、ここのね、間が、まあ、ないだろうけどテストで、ここがプラスになってたら、これ、無限大プラス無限大なんで、当然足せばプラス無限大じゃん。無限大と無限大足したらね。だから何もせずに、これ普通に無限大で OK なんですけど、で、今回はそうはいかないので、これはね、有理化をしていきます。そう、有理化。こっちを有理化だとね、結構ピンときやすいんですけど、こっちちょっとね、やりにくいんですよね。ピンときにくい。で、やり方としては、この、if 語、ここの符号を変えたものを、これだったら、ルート n プラス1、プラス、ルート n を分母と分子にかけます。こいつ1分のって考えてね。
だから、分母に関しては、そのまんま。ルート n プラス1プラス、ルート n が来ます。で、分子は、これかける、これね。で、これは、因数分解の、嘘、展開のところの公式、これのタイプと同じなんで、まあ、x2 乗マイナス y2 乗ですよね。つまり、左側、ルート n プラス1の2乗。ルートは2乗したらルート外れるだけだから、n マイナス1が出てくる。で、右側もルート n の2乗だから、ルート外れて n が出てくる。で、マイナスが公式だから、マイナス n となって、これね、うまくなるんだよね。こう、マイナス1っていう風に。嘘、プラス1だよ。ごめん。書き間違えちゃった。プラスだね。プラス1になりますと。で、こうすると、よいしょ。こういう風にね、まあ、分数の形になりましたと。で、こっから、どうするか。で、全体終わるのかって思うかもしんないんですけど、これ、さっきと同じですね。ここがプラスだったらさ、こうなるんで、無限大プラス無限大は、まあ、正のここ無限大なのね。今、もろにそれになってます。ここは n を大きくすれば、プラス無限大。で、こっちも、あ、おい、正の方向に無限大。だから、無限大プラス無限大は当然無限大だと。で、今までやってきた n 分の5とかもそうですけど、分母がどん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 大きくなれば0に収束するんですよ。だから、こいつも分母がどん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 大きくなってる。上は定数1だからね。だから、結局、最後は0に収束しますよっていう。これで終了となります。だからひとまずね、一行目が無限大マイナス無限大になっちゃってるんで、あ、じゃあちょっとね、有理化してやるしかねえな、っつってこういう風に変えていきます。で、4番も同じです。まあ、n2 乗マイナス 2n がね、この部分は2乗の方が強いからさ、結局ここ全体、ルートの中身もプラス方向の方が強い。で、n もプラス2無限大だから、無限大引く無限大、同じパターンですね。なので、まあ、このままだとわからないと。じゃあ、有理化をしていこうと。で、何かけるかっていうと、ルートは1セットね。まあ、こいつは変えずに、ここの、符号を変えたものをかけていきます。で、これを1分のだと思ってやっていくと、まあ、分母はね、そのまんま、n2 乗マイナス 2n、プラス n とこうなる。で、分子は展開すると、左側のパーツの2乗。だから、n2 乗マイナス 2n。ルートが外れるだけね。で、公式です。x2 乗マイナス y。y は n だけどね。の2乗だから n の2乗。と、ま、なって、マイナス 2n が残りますと。よいしょ。消しようか。いいかな。こうなりますと。で、これはこっちみたいにサクッといかないんですよね。分母に関してはプラス無限大プラス無限大になってるんですけど、分子にも文字が入っちゃってるんで、そう、だからこれはもうこういうタイプと同じです。最大次数で割ります。そこでこことね、同じ問題になるんですけど。で、今、分母が主役ね。分母は n とか n2 乗があって、n2 乗があるから、あ、これ最高次数ね。n2 乗で全体割りましょうと思っちゃうかもしれないんですが、これ n で割ります、全体。なぜかっていうと、n で割るっていうのは、ルートの中の世界に入ったら n で割るって行為は n2 乗で割るのと同じだからね。だから、全体を n で割るってなっても、ルートの中身は n2 乗で割るので、ここ1ね、n2 乗で割るから。で、こいつも n2 乗で割るから、n 分の2とこうなります。で、よいしょ。こいつは普通にね、外の世界だから n で割る。こいつも外の世界だから n で割ると、こうなる。いいね。で、こうなってしまえば n 分の2が出てきましたと。こいつは0に収束するから、こうなる。で、ルートの中身がルート1になる。だから、1プラス1で2だよね。で、2分のマイナス2だから約分して、結局マイナス1に、これは収束すると。これで答えとなります。いいかな。で、5番です。で、5番に関しては、まあ、ここと、この状態とね、ほぼ同じですね、これ。まあ、結局、分母も分子もね、無限大になってしまうので、ちょっと変形して割っていってやっといていこうという感じ。で、これもさっきと同じで、分母が主役。ルートの中の n2 乗に関しては、n で割ると同じだからね。だ
から全体を N で割ればいいので、ごめん、リミット書き忘れちゃった。ここ。ちょっと許して。わあ、ごめんよ。ここもだね。しまった。リミット。こうなって、で、N2 乗、まあ、N で割るから中身が1プラス N 分の1ですね。で、外の世界のこいつは N で割ると3。上に関しては4となります。いいかな？で、これを N も増やし続ければ、この N 分の1は0に収束するので、ルートの中身がルート1になる。つまり、1たす3で4分の4。だから、答えは1に収束しますよって、これで終了となります。やらかしたなぁ。ごめんよ。はい。で、ラストですね。で、この問題に関しては分母、もう分子も無限大になってるんで、無限大分の無限大になってるんですよ。で、わからないから N では最高ね、分母の最高次数で割って解いていくっていうのがやり方になるんですけど、右に関しては、これ、なってないんですよね。そのパターンに。で、これどうするかっていうと、上として割ってもちょっとできないんですよ。で、なんでかっていうと、ここが、ルートの中ね、これプラス無限大になっていく。ちょっと待って、色は違った。ここは N2 乗プラス 2N っていうのは無限大ですね。N を増やせば。で、N も当然無限大なんで、分母が無限大マイナス無限大になってるんですよ。まあ、ここと同じパターンね。ってなってしまってたら、これは有理化します。こっちは違うんだよね。こっちは普通に無限大になってる、わかるんだけど、こうなってるから有理化していくと。で、そうすると、こうなって、これの if 語、ここの if 符号を書いたやつね。これを分母と分子にも、両方ね、こっちにもかけて有理化していきます。で、まず分母が、こいつの2乗。だからルート外れるんで、N2 乗プラス 2N となります。で、マイナス N2 乗ですね。これ、さっきの展開の公式と同じ。で、分母、嘘、分子。5をかける、まあ、そのまま書いておきましょう。ルート N2 乗プラス 2N プラス N と、こうですね。で、分子に、分母に関しては N2 乗が消えるので、ちょっと消しちゃおうか。こうなりましたと。はい。で、こうすると、分母 2n なんで、プラスに無限大ですね。で、分子も、ここがプラスに変わったから、無限大足す無限大なんで、結局無限大がわかる。つまり、無限大分の無限大、このタイプに持っていけたので、じゃあ全体割ろうぜと。いいね。全体割っていく。で、これも n で割れば OK なんで、割っていくと、下は2ですね。n で割ると。で、5はそのまま置いておきましょう。ルート1プラス、n 分の2。ルートが長い。で、ここ n で割れば、こうか。はい、となります。今、ね、n で割った感じね、全体はね。で、n 分の2は、いつも通りね、0に収束しますんで、ルートの中がルート1。だから1たす1。これ、5かける2になるから、分子は10。つまり2分の10になったんで、約分して最後は5に収束しますよで終了という風になります。まあちょっとね、ごちゃごちゃしておりますが、ひとまずパターンをつかめれば楽かなと思います。こういう時はこれするんだみたいな。だから結局このタイプ、まあ分数になってなかったら、言ったように無限大足す無限大、こうなってれば無限大ですぐわかるから、こんなこと必要ないわけ。でも、無限大引く無限大になってるから分からないんだよね。じゃあ、有理化して無限大出す無限大作るしかないよねっていう、こっちも同じですけど。っていう感じ。で、これは、ごめん。無限大分の無限大になってれば、全体割ってね、分母の最大次数で割れば、こういう風に処理できるから OK だと。でも、こっちは最初がこのね、無限大引く無限大になっちゃってて、それができないから、じゃあ、無限大足す無限大で、このパターンに近づける、持ってけるように、まず有理化で変形しましたよ、みたいな流れになりますので、ちょっとね、苦手な方とかはごちゃごちゃ感じるかもしれないんですが、パターンを一個ずつ押さえて、ぜひね、復習してもらえたらと思います。
では、今回はね、この6問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。